ニュルンベルク城のパノラマ写真。城は次の三つの建物からなっている。左から円柱の塔までが、カイザーブルク、塔の右側から次の建物の間が、ブルクグラーフェンブルク。右の建物は、皇帝の馬屋などがあるライヒススタディシャバウテン。ニュルンベルク城は、ドイツ連邦共和国バイエルン州ニュルンベルク市のランドマークで、カイザーブルクとブルクグラーフェンブルクの二つの城からなる。 神聖ローマ帝国の皇帝は一箇所にとどまらず居城を移しながら政治を行っていたが1050年から1571年まですべての皇帝が一度は居城としたのがこのカイザーブルク城である。この城は神聖ローマ帝国のレガリア保管や帝国議会の開催場所としても重要な位置を占めていた。第二次世界大戦で大きな損害を受けたが破壊される。 以前の状態を再現する形で修繕されている。皇帝カール4世は1356年にニュルンベルクで即位後、第1回目の帝国議会をニュルンベルクで行う直令を出し、この慣例は1543年まで続けられた。1423年9月29日に皇帝ジギスムントがそれまで皇帝が持ち歩いていたりして、 特定の場所に保管されていなかった即位用のレガリアをニュルンベルク氏に永久保管することとした。以上のように、この城は、史壁と共にヨーロッパで最も遺形を持たれる中世の要塞の一つと考えられている。この城は、神聖ローマ帝国の権威と悲位、そしてニュルンベルク氏が神聖ローマ帝国の帝都として特に重要な役割を持っていたことを示している。 白は、バイエルン州が所有し、バイエルン州宮殿、庭園、ご管理局によって運営されている。ありがとうございます。